はい、皆さんこんにちは。非常識な経営コンサルタント高橋貴子です。実はですね、今日突然ゲリラ的にライブを始めているんですけれども、私のねクライアントさんが結構皆さん今ねライブの方にチャレンジをしているので、私は そこまでねライブを今までやってこなかったんですけれども、気まぐれ的にねライブをちょっとやろうかなというふうに思いまして、はい、こちらの方ね今やっております。マチパンマチさんですかね。はい、こんにちは。いきなりゲリラ的にね始めてるんで、アキさんも、はい、先ほどお疲れ様でした。ありがとうございます。まあ、マーコさんかな、マイコシフォンさん、マリコさんかな、 I が抜けてるけど、はい、これはねすごく見てもらおうと思ってやってるというよりはちょっとお試しでね、はい、やり始めたりとかしています。で、私のライブ、インスタライブの方の配信のテーマはですね、皆さんに募ってどんな話を聞きたいかっていうことでね、はい、えくみさん、矢野えくみさん、はい、こんにちは、ありがとうございます。テーマがですね、夜の懺悔室っていうテーマで、その日の心の汚れはその日のうちに落とすっていうですね、懺悔室みたいな感じにねしようかなと思っていて、誰が懺悔するのかって別にご相談いただいたらそのご相談に答える、ないしはぶった切るみたいな感じの内容にしていただくと、要はその日のうちのモヤモヤをですねその日のうちに解消できるといいんじゃないかっていうことで、そんな話をねしようかなと思ったんです。いつもはもちろんその集客的な部分とかノウハウはすごくねちゃんと上げてるんですよ、 YouTube の方で。なのでここはねちょっとざっくばらんに、あんまりこうね定例でやるのって私縛られるの嫌いなんで苦手なんですよだから多分なんですけど、定例的にできそうなとこだと夜とかになりそうかなとか、あとこういうちょっと次のところまでのね空いているアイドリングタイムとか、まあ、そんなところでやっていこうかなっていうふうにね、はい、思っています。ホット派の香里さん、はい、こんばんは。香里さんこんばんは。突然ね始めたんでびっくりしてるかなと思うんですけど夜の懺悔室ですよ、はい、なので迷えるご相談がある方はね書いていただければ、そこをねどんな風にっていうので私のこう回答とかしていきたいし、あと私がどんな感じで今までねお仕事やってきたんだとか、どんなことを思ってとか、あと普通のよもやま話的なところとかもねざっくばらんに話していくかな。まあ基本はまあその日の心の迷いと汚れはその日のうちに落とすみたいなね感じでやろうかなっていうふうに思ってやっております。はい、ラトリエこれいつも読めないんだよねカード先生こんばんは、昨日ありがとうございました。なので私ねこちらの方が、本として集客マインド好転バイブルっていう本を書いてるんで、マインド系のねやつおーとか言って、そうそうそうおーなんですよ、はい、ちょっと始めたりとかゲリラ的に始めてけへへって感じなんですけどね。原画橋さんでしょうかごめんなさい、本当インスタって読むの大変だよね。でこれ、感情時間術とあとマインドバイブルっていう本も書いているので、マインド系の話とかも結構ねしているんですよ普段からね。なので昨日も、コンサルタント養成講座のねメンバーと一緒に話をしていて、ね、事業の成功の9割以上がマインドだよねっていう話をまた言わせていただいてですね、ノウハウいくら積んでもうまくいかない人って大体マインドの部分に問題があることがあって、問題っていうのがその人の精神的な疾患っていう意味じゃなくって、前向きに進もうとする気持ちを、まあ、その後ろ向きにブロックする本人のマインドですね。そこが結構もったいないなと思っていて、そこが解決すると結構前に進むの楽だよねって思うところがあるので、マインド中心に夜の懺悔室ということで、私次にちょっと今日はスポーツジムにこれから行くんですけどね、まあ、それまでの間ちょっと隙間時間見つけながら、はい、やろうかなというふうに思ったりとかしています。はい、でメモノート103、はい、こんにちは、はじめまして。結構ねはじめましての方いっぱいいらっしゃる。
プアエミュさん、ん？プアエミュさんかな。はい、こんにちは。あ、中道ちゃんだこんにちはあの中道ちゃんね、おかげさまでね、ちょっと面白いテーマみんなからいただいたので、はい、あの夜の懺悔室って言って、懺悔したいことがある人は書いていただければ、あの優しく励ますかぶった切るかどっちかぶった切る方が多いかもしれないけど、はい、そんな話をねしていきたいと思って、あの気楽にやっていこうかなっていうふうに思ってます。あの何かねご相談がある方で、ちょっとね、まあ、優しく後押しをされたいっていう方はね、はい、あの後押しっていうことでもいいし、あの力強くこのね諸悪の根源だ、心の部分をビャサーっと切ってとかってだったら、そう、それでもいいっていう感じで、はい、フレミさん、そっかそっかそっか、トシエミコさんだね、はい、ごめんなさい、本当に下わかんない、そう、夜の懺悔室だよ、まさみちゃん、みんながなんかそれをしてくれって言うから、それにすることにした。要はあの自分がねモヤモヤしてて、それ解決しないと寝れないっていう人は、バッサリ切ってもらって、気持ちよく今日の汚れを今日のうちにあの終わって寝たいとかっつって言ってたからそれいいかしらとか思って、はい、あのちょっとやってみることにしました。はい、アンド CF スタジオさんですかね、はい、こんにちは、はじめまして。こっちのチャンネルでは初めてじゃないか、もしかしてライブするのっていう感じなんですけど、定例的には多分できないんですけれどもね、お話をしていこうかなということで、はい、いろいろと皆さんありがとうございます。山ブーさんですかね、はい、いつもありがとうございます。ダイエットしますそれ懺悔じゃないでしょ、まさみちゃん知ってるよ、あの宣言してたもんね、はい、皆さん、あのこちらのねマサさんに SNS さんっていうのが、私の、LINE とあとインスタグラムの方のね、運用の方のお手伝いをしてくださってるめちゃめちゃ優秀な、ビジネスパートナーさんで、見てあげてくださいね、ぜひ、すごくいい感じで、私あの唯一自分の中であんまりちゃんと作れてなかった、SNS がインスタグラムなんですよ。私は一番得意は YouTube で、次がブログ、そしてメルマガっていう感じなんで、はい、ちょっとね今までね、写真ベースでやるもんだろうとか思っててね、あんまりやってこなかったんですよねちょっとね皆さんが頑張ってるんで、どんなもんかやっぱ知っとく必要があるかなと思ってやり始めたっていうのが経緯なんで、そのあたりのプロフェッショナルがこちらの今ね載ってるって言っても、きっと皆さんそうだよね、これ後で見るとコメント載ってないことになっちゃうんだよね。マーサさんに MASA32SNS さんです、よかったら見てあげてくださいね。はい、ダイエットします、ダイエットパン教えてください。ダイエットパンはやっぱ基本的には低糖質のパンだよね、基本的にはね、うん、高子さんの LINE は半端ないです、はい、私の LINE おかげさまですごいことになっておりますので、よかったら LINE の方も覗いていただければと思います。私低糖質のパンとかもパン教室だった時に教えていたので、あ、だった時にって言ってね、初めて見てる方はあのコンサルの私しか知らないかもしれないですけれども、私もともとコンサルタントになるためにパン教室作って、まあ流行らしてからコンサルタントになってるコンサルタントなんで、パンはやってるんです。でその時にあの低糖質のパンの講座とかコースとかも持っていて教えてました。なのであのダイエットパンって簡単に言われればやっぱ低糖質のパンとかはいいですよね。私が教えてたのは、パンデスマートのシリーズのオーツブランっていうやつを使ってやるパンだったんですけど、そうだな、1個のこんなプチパン丸パンが糖質 5g 以下で作ってたんで、普通のパンって 20g とか 30g とか普通に入っちゃってるじゃないですか。でそれでやっていたので、めっちゃあの食べても大丈夫なパンですよ。まあ、パン食べたい人ね多いからね、まさみちゃん頑張ってね、あとさ、私も、痩せたけど、野上さんの本とかもさやるといいんじゃない。三筋一球ダイエット、はい、今手元にあったかな、ちょっと待ってね、あったかな、ごめんなさい手元にないです、はい、
野上浩一郎さんっていう本のですねダイエット本がありまして、それで私去年6キロ半痩せたので、まあ今この状態です。はい、皆さんに勧めます。ありがとうございます。はい、いい本だと思います。50過ぎると代謝が落ちるので、なかなかね痩せにくいんですよ。私も保ってはいたんですけど、やっぱりコンサルとかになっちゃって、ズームとかは特にコロナの時にね増えて、何キロ太ったのかな、やっぱ4キロ近く太ったのか。でこれはやばいよねって思って、でやっぱり衣装とかもね、ライブとかイケイケの衣装を着るのでちょっとやばいよねとか思って痩せて、6キロ半ですね、落としましたね。3ヶ月半で 3.5 キロで、約8ヶ月で6キロ半かな。はい、なんですごい健康体にはなってるんですけど、またねこの時期少し露出の多い服が増えてきてるので、ぜひね皆さんもね、ダイエットとかっていう時にもね仲間と一緒にやった方がいいですよ。一人だとねやっぱりね折れるし、あとね数字をちゃんとさらけ出す方がいいです。私なんて体脂肪計のスクショそのまま取ってダイエットグループに報告で3日に1度上げてましたからね、そんなに太れる暇がないんですよ、3日に1度とかだとなので結構ね、みんなと一緒にやる、宣言しちゃってみんなとやる、あとどこまで痩せるっていうのを宣言するとみんなが見てるので、あとグラフとかデータとかもつけてましたからね私その時に。だからすっごい食事もやっぱ気を使ってやってましたけど、そんなに苦しいっていうほど苦しい感じじゃなかったですね。はい、 S ラインギズイさん読めないな、インスタグラムって難しいね。はい、シフォンビレッジさんかな。はい、こんにちは、こんばんはか、もうすぐ終わりますけどジムに行かないといけないんで、ということでちょっとねバラバラ不定期かもしれないんですけど、まあ懺悔室やるので、懺悔したい方はお始まったなと思ったら、こんなことを懺悔したいですとか言ってくれたら、まあ、優しくぶった切って差し上げますので、はい、そんな感じでやっていきたいと思います。今日はこんな感じで失礼いたします。それでは皆さん良い夜を。さよなら。